佐賀県唐津市の秋の風物詩唐津くんちが規模を縮小して2年ぶりに開催されました。午前9時半、唐津神社から14台の山が町に繰り出しました。およそ400年の歴史を誇る唐津くんちは、例年50万人ほどでにぎわう秋祭りです。本来なら3日間にわたってこの曳山巡行が行われますが、去年新型コロナの影響でおよそ200年前に曳山が始まって初めて中止となりました。今年はマスクの着用はもちろん、沿道での観覧自粛が呼びかけられた上で1日のみの開催となり、各山の参加者も200人以内に制限。一番の見どころ、お旅所への引き込みも混雑を避けるために中止となっています。唐津神社は来年以降は本来の形で開催できればとしています。